基本の木、野菜の切り方編、乱切り。ナス、人参、ごぼうなど棒状のものをくるくる回しながら不規則な形に切る切り方です。形は不規則でも大きさは揃えます。切り口がたくさんできるので火の通りが良くなります。ナス、ヘタを取ったナスに包丁を斜めに入れ、材料を90度手前に回し、また包丁を斜めに入れます。大きさを揃えて切っていきます。大根、皮をむいた大根を縦に半分に切ります。太い場合はさらに半分にし、端から大きさを揃えながら切ります。ピーマン、縦半分に切り、ヘタや種を取ったピーマンを大きさを揃えながら食べやすい大きさに切ります。乱切りにして作るレシピは、切り方を一つマスターするとお料理のレパートリーも広がります。ぜひお試しください。